アルセンは多分ね適当の方がいいよ。いやこれなんだこれきつっ。適当適当。どうするこれ。適当。ちょアドバイス。適当。アドバイスオッケーなんですよ大谷さん。もっと適当。そうそう。あめっちゃ適当。めっちゃ適当。あめっちゃ適当。そうそうそう。そう今回ね、そうユニフォームでね。もういいですね。あのユニフォームってなかったんよ最初。あ、へえ。でもあのエボでさ、俺壇上行ってんけど初年度。それで、その時ユニフォームなかったから、そのスポンサーからなんだろう苦情っていうか、いや出てんじゃんうちのとこの選手みたいな。なんで あの、ね、宣伝してないのってなって、で急遽どうやらスポンサーあのストリーマーでもそういうことがあるらしいっていうことが。判明してスポンス、あのストリーマーもユニフォームができたらしい。ああなるほど、うん、ないとね。いざこういうことあった時ね、万が一の時に備えてストリーマーにもユニフォームができたっていう。はいはいはい、なるほど、うん、万が一あるの人はなかなかいないですけどね。そうだからそれは想定しなかったらしいけど、なんかそれはそう聞いた。確かに。え6位でしたっけ灰谷さん。だって5位だったね。あ5位か、うん、うわそうだ、一番最初のエボだ、うん、しかもモダンでね、その時は。そうそう、その時はモダンで、ね、その時はモダンでね、その時はね、その時はっていうか、まあ、今もまああれだけど、今もまあいやいや、今はモダンクラシック練習中なだけだけど、いや、モダンのかけらもないじゃないですか。次が5試合目ドーンガイル。なるほど、ドンガイルです。よし頑張ろう。よっしゃガイル戦な、もう適当破産はガンガン打ってこかな。ガイル戦は多分ね適当の方がいいよ。オーケーです俺もあのガイル戦一切やってないから。ガイル戦ちょっと適当破産、ガイル対策は多分あの適当多分、ね、適当の方が多分いいと思う、うん、オーケーです。最初様子見からの球打ってくると思うんで、うん、一周上見て球に対してワンテンポ開けて破山でもう突っ込んでいく。オッケー。まずラウンド取る意識ね。1ポイント取る意識。オーケーです、オーケーです。一旦ここ様子見て、ああ OD ね。はい。パイク出てないの？出てないよ。出る。んだこれ。いやこれなんだこれきつっ。適当適当。どうするこれ。適当。ちょアドバイス。適当。アドバイスオッケーなんですよ大谷さん。もっと適当。そう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 適当。適当適当。はいもう適当適当。ああもう適当。ああそうそうそう適当適当。ああそう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 。そうそうそう、もっと適当、もっと適当。はいそうそう適当適当。はい。おい。はいよ。おいしょ。はい、適当に行け。そうそう。めっちゃ適当。めっちゃ適当。あ、めっちゃ適当。めっちゃ適当。そうそうそう。はい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 、適当に球打って、まあ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 、まあ、痛すぎ。おっ、オッケーオッケーオッケー、チャンスチャンス。おっ、いいぞ。オッケー。おっ、あっ、オッケー。適当すぎるな。なんでドさんにだけ勝つの。ピンパン重なってないのはよかったな。最後下手くそだった。あの下手やから勝ったな最後。いや下手勝ち来た。中盤でもハテナマークでしたと思う。中盤が肩、あれ？しかもガイルってその溜めとかなあかんから。確かに。ああいうことされるときついんよね。中盤キャンセルインパクトを返すために。今回入力してんのに、そう。俺の打撃がさに一回も重なってない今んとこ。いやいいね。重ね、いや適当よかったわ。
いや、ありがとうございます。ナイスアドバイス。ナイスアドバイスだったな。やっぱ適当は。やっぱり忘れてた。俺は、もう勢いチュンリーが出かかってきたんだ、ね、今まで。そうだね。うん。本番のそれを忘れちゃダメだ。いや、間違いない。ほんまに。僕のおぼしきなんだ。ナイスカード。いい破産。いて。と。いや惜しいっす。今のはもう。ナイスそれナイスそれ。食らわしかなかった。はいでかい。はい。誰も取んない。オッケー、これでかいっすね、説。おい。やる。僕下手だな、俺。でかいディレバ。ガッチャッチャッボタンが残る。あー間違えちゃった。スラナイスラナイスラナイス投げようと思ってジャンプボタン押しちゃった。いやもう全然ナイスです。いやちょっと惜しかったな。橋のコブちゃん中中大大がちょっとな。俺もちょっと今後精度が低いな。あそこで本番去ってなんでね。踏み踏みできないのはちょっとダメだな。ちょっと反省だな。様子をもっと早くしよう。オッケーオッケー。いやナイスライ。うん。いやでも2-2。まあまあまあよかったよかった。うん。こっから上がってきた俺。いやいいね。思い出した。だいぶ適当だ俺。だいぶ良くなってるよ。うん。下手って言いましたよね。俺が下手で勝ったって言ったっすよ、ナイタさんね。でも。うん。だって中盤多分重ねてたら、ま、負けてたもん多分。あれ重なってたら負けてた俺。多分重なってキャンセルしてたら多分返されてた。重なってなかったから あハテナが出た。うんっていう。あうんのところに。そうそうそう。一瞬悩んだ隙に入ったっていう。インパクト4回ぐらい。いやあれよかったね。